さあ皆さんこんばんは、玉の葉です。ごめんね、髪折れてて。はい、いや皆さんにお願いしていたハート全然溜まってなくはないんですけど、一応112いいねでした。いい112ハート、はい、ありがとうございます。ただ思ってた以上にハートが来ませんでした。けど僕は5枚配るというふうに言ってます、周りには。なのでさあ皆さん勝負をしましょう勝負をしましょう。さあここに1枚本物のまだ未使用の iTunes カードがあります。はい、玉那覇が今まで使った iTunes カード、配った iTunes カードですね。で中にはもう Amazon も入ってるんですけど、この中に使ってないやつを入れます。でこの中から視聴者さんと、もうババ抜きみたいな感じでこれを引くって言って、これを引いて裏めくって銀だったら大当たり。どうすかちょっとギャンブル要素あるんですけど、なんていうんですかね、ちょっと楽しませたいというか皆さんを。はい、どうですか。いやなんか別に乗り気じゃない人は全然いいんですけど、なんか別に無料だし、そこはもう参加しちゃいたい人だけでいいんで、ぜひぜひ参加してみてください。まあどれだけ来るかは知らないですけど、とりあえず楽しみながらみんなで盛り上がれるんじゃないかなと。はい、一応 1,2,3,4,5,6,7,8、 まあ今8分の1ですよね。8分の1の中あたりを今、まあ一応いいねの数が112なんですけど、多分100いってるから一応半分の、なんか3000はルーレットにするか、1500円でルーレットにするか、もしくは全部をこの今言ったギャンブルに回すか、ギャンブルというかこの勝負っすよ本当に。僕7500円配る予定なんですよ今回。5枚だから合ってますよね、5枚だから7500円なんですよね。だから3000円、1500円でもいいし、どうだ、あーでもな、8000円にしたらね次の企画がきついんだよな。でも一発がでかかったら多分枚数増やすよ全然。だからそれもまたフォロワーさんと話したい。この8分の1を当てることができるか、まあ、5分の1でもいいし、もう一発勝負だよ。はい、いやそれはもうね、エンターテイナー的な感じでなんか面白くやりたい。でもこの中に当たりって、今は8枚中1枚って言ってるけど、8枚中3枚もあるし、8枚中っていうかもう10枚ぐらいあって、その中から3枚当たりで次の人が入ってきたら、また次の人もまた10枚から1枚引く。で、その中で当たりを引いたら、はい、もちろんその人がゲットってことになります。で、そのやり方が、まあ、多分、まあ、インスタライブをしながら、インスタライブで、僕が多分この今、携帯なんですよ。携帯使ってるから、もう一個のアカウントに、このチャレンジャーが、DM を送る。意味わかりますか？だからチャレンジャーはこのやりたい人はもう DM で、 DM じゃない、何？ライブに入ります、チャレンジしたいですって言って、で僕が多分指名するんで、その人が DM を送りながら勝負する。まあ、難しいかな、一応やりながらやっていきたいと思ってます。一応なんか多分楽しいと思ってます、参加者、視聴者参加企画みたいな。で、もうなんか楽しく
面白くやりたいんで、そこはもう皆さんで煽ったり全然いい感じでできたらなと思います。なんかはい、そこはもううまくやっていきたいですね。1500円を5枚にするか、1500円を3枚にするか、8枚中3枚、そこはもうはい、皆さんとまた相談しながら考えたいと思います。まあ、楽しい企画にしていきましょう。で、今からインスタライブするんで、ちょっと、はい、これは多分金曜日の朝に流れる予定なんで、まあ、ぜひぜひ皆さんで楽しんでいけたらなと思います。それでは、今からインスタライブ行ってきます。バイ。